皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。私は全国さまざまなアクアリウムイベントや植物イベントに参加したり、また自分でも1000匹以上の魚を飼育したり、さまざまな植物を育てています。今日は関東最大級の植物イベント、総覧祭に来ております。すっごい人ですよね。それでは行ってみましょう。今回は募金した人だけが入れる能登半島地震のチャリティーイベントとなっています。あのウィリンキーとかかっこよくないですか？あれはもうあれえぐいっすよね。卒業終わり、ノットフォーセールですね、やっぱり。あれを参考にしていただいて、最終的にこれなる なるかもしれないよって、なってほしい、みんなになっていただきたい。いや、かっこいいな。うわ、なんか特殊なリドレーですか、これ？そうですね、リドレーのドワーフが立って、リドレーとドワーフ、あー、いいっすね。やっぱなんだかんだリドレーかっこいいですもんね。そうですね、一番やっぱ人気で、はい、今回のイベントでも3トップぐらい、うおー、出てるんですね。リトプシタイコールリドレーみたいな代名詞ですもんね。かっこいいな。ちっちゃいバージョンなんで、あ、いいですね。やっぱ大きくなるの嫌だなって人もいますもんね。そうなんです、そうなんです。大型になったら困るっていう人だったり、やっぱ最近の流行りの小さめっていうのが流行ってる、はい、うん、いいですね、かわいい、ね、これからも多分どんどん人気になると思います、リドレーとは。ちっちゃい、あら、かわいい。こっちもまた違うリドレードワーフなんで、これはいいですね。難しいんですよ、はい、育てるのが、うんうん、やっぱりリドレー難しいっていう人多いですもんね。難しいですよね。これ大きく育てられれば、うんうん、もう皆さん一流の味覚しだら最高ですね。ありがとうございます。切れた植物っていうか、シシバっていう、シシバっていう植物なんですか？葉っぱの形が、あ、シシ、シシっていう系統です。で、僕初めて見て、はい、感動したんですよ。こんな巻き巻きになってる植物あるんだなって。めちゃめちゃかっこよくないですか？シシはあのライオンのシシですか？そうです。あ、ライオンのあのシシのこう縦髪のような感じで巻いてるからシシバって言うんですね。カラジシっていうのが入れて、はい、手が全部巻いてカラジシ、あー、かっこいいですよ。またこちらの鉢もすごいかっこいいですね。これ全部一つ一つ、これは全部手書きです。手書きですか？うわー、すごい。これめちゃめちゃかっこいいんで、こういったイベントなんかにはよく出展なさってるんですか？アガベとかカイソン系のは初めて、はい、初めてですか？なるほど。じゃあこういったねイベントの時に巡り合ったら皆さんお買い求めるチャンスですよ。なんとね、かわいい手作りハンコがありましたよ。これアガベですよね。またカラフルでいろんな種類の多肉がいっぱいありました。モンキープランツさん、見たこともないいろんなサボテンがずらり。これめちゃめちゃ可愛くないですか？部屋をサボテンだらけにしてもとってもおしゃれですよね。それのちょっとちっちゃいバージョンで可愛く、ポスターのサイズに、はい、はい、いいですね。谷ぼっちさん、 X や Instagram でもですね、谷ぼっちさんの買ったぞという投稿が結構見られました。オリジナルの鉢ですとか、ピンセットやボールペン、もうどれもね、めちゃめちゃ可愛いですよ。いやー、もうこの列全部買い占めたいぐらいです。あー、かわいい。これたまんないですね、これね。もう全部手作りですよね。いやー、手先が本当にお器用なんですね。ありがとうございます。素敵です。ありがとうございました。めちゃめちゃかっこいいアガベがずらり。そして開墾系のものもたくさんありました。ほんとアガベは大きくなるとどん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 かっこよくなりますよね。珍しい種類のサボテンやパスポディウムもありました。キミズエンさん、いろんな種類、そしてカラフルで可愛い多肉がたくさん、もう全部欲しくなっちゃいますよね。
植物たちをキャラクター化した T シャツやステッカー、キーホルダー、ポストカードなど、とってもおしゃれで可愛い商品がたくさんありました。なんとね、ドレイクさんはですね、絵の依頼もなさってるみたいですので、このステッカーとかの絵を見て気になった方はぜひ DM の方よろしくお願いします。まさかのシーザーチタノタが1980円、これにはびっくりしました。キャンプもできるんですか？キャンプできる、で植物ショップもあって、はい、じゃあいろいろできるんですね。キャンプの隣が、はい、ビニールハウスを仮店舗にして、はい、その植物販売はしてるんですけど、はい、店舗の方を作ってまして、それができればカフェと、カフェと植物と楽しめると、はい、そうです、ね、でキャンプも楽しめて、そうです、ね、素敵ですね。お酒とかも、はい、いいなと思います。いや楽しみですね。いつ完成予定なんですか？4月ぐらいにオープンできれば、オープンしたらぜひ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ウィズプランツさん、かっこいいアグラオネマやジュエルオーキッドが売られていました。アグラオネマは上手に育てると本当にかっこよくなりますよね。ホットドッグや美味しいコーヒーもありました。かわいいアヒルちゃんとも記念撮影。また本格的な DJ を初めて間近で見ました。この音楽でイベントもかなり盛り上がってましたね。動乱祭最高でした。こちらが今回の戦利品たちですね。谷ぼっちさんのボールペンやアガベのシーザーチタノタ、これは本当にお買い得でした。そしてめちゃめちゃ可愛い赤色のサボテン、そして可愛い多肉ちゃん、レッドクイーン、ドレイクさんのポストカードとステッカー、そしてねイベント後半、超巨大流木がたったの1000円で買えました。そしてアガベスタンプとロストさんのキーホルダーとコースターです。うわー、こういうの撮影禁止だ。さっき強制的に止められた。そうなんですよ、あれ一人でわーってやってるとたまに寂しくなるんですよ。アフレコだって、そうそうそう。実際に生のワーが入るときは本物の感情なんですけど、編集中のワーはあれ偽物の感情です。そうなんだ、偽物。いや確か すごかったんですけど、その時の感動はもうだいぶ薄れてるので、時間差ですね。はい、時間差なんで。私のね代名詞にもなりつつあるうわー、これからもね全力で叫びたいと思いますので応援よろしくお願いします。またねー。